フランシスコ・アヤラ・ガルシア・ドゥアルテは、スペインの作家、短編小説や小説を書き、エッセイストとしても活躍した、著名な翻訳者でもあった。彼の文学的経歴は、前衛的な三文物語であるエル・ボーキサドア、ワイ・ウン・アンヘルやカサドール・イ・エヌベル・アルバを出版した、頃から際立ち始めた。スペイン内戦の結果、亡命し、アルゼンチンで、 新しい生活をはじめ、権力をテーマとした、短編集ロスユーセールパドワーズを出版した。ムエルティス・デ・ペロとエル・フォンド・デル・バソでは、独裁政権を取り上げている。エル・ハルディン・デラス・デディシアスは、自伝的であり、叙情的なスタイルとなっている。法学者、文学教授、社会学者、エッセイストであり、1983年には、レアル・アカデミア・エスパニョーラの会員に、2004年に、 グラナダ文芸アカデミーの名誉会員に選出された。1906年3月16日、アンダルシア州のグラナダ市に生まれ、16歳でマドリードに移り、法学、哲学、文学を学んだ。彼は前衛的な文学界と関係を持ち、1920年代半ばに最初の2冊の小説を出版した。トラジコンメディアでウン・オンブレシンエスピリットとイストリア。 デウンアマネセールである。アヤラは定期的にラビスタデオキデンテとラゴセタリーテラリアに寄港した。1929年にマドリード大学から奨学金を授与され1年間ベルリンに留学した。ドイツではバイマル共和国の衰退とナチズムの対等を目の当たりにし雑誌ポリティカなどスペインの出版物の辞表欄でそれを伝えた。彼は マドリード中央大学で法学博士号を取得し、同大学の教団に立った。スペイン第二共和制の宣言以来、議会の顧問弁護士であった。スペイン内戦が勃発した時、南アメリカで講演をしていたが、共和党の主義主張に賛同して、スペインに戻った。戦争中は現在でいう外務省に勤めていた。戦争が終わりに近づく頃、 自身の父親の悲劇的な最後を知った。戦争の初め頃、父親は、ラスウェルガス修道院の管理者として任命された、ブルゴスで、反乱軍によって逮捕され、ブルゴス中央刑務所に拘留されていたが、1936年10月、監獄内の暴力や、処刑の犠牲となり、殺害されたのだった。第二共和制が崩壊し、ブエノスアイレスに亡命した。 リオデジャネイロに住んだ1945年を除き、ブエノスアイレスで10年間活動した。アルゼンチンの文芸誌スールや新聞、ラナシオンに寄稿し、出版社ローサだから作品を出版した。また、ロレンソル・スリアガと共に、ザッシリアリガットを創刊した。アイアラ1949年にアルゼンチンを去った。1950年代にはプエルトリコに移住し、プエルトリコ大学で、 社会学を教えることとなった。そこからアメリカ合衆国へ移り、プリンストン大学、ラトガース大学、ニューヨーク大学、シカゴ大学で教員となった。1960年、初めてスペインに戻った。それ以来、彼は毎年夏に戻り、一軒の家を買った。そして、文学生活に復帰した。1976年、マドリードに定住し、そこで、 作家や講師として、また新聞や雑誌に寄稿するなどの仕事を続けた。1983年、77歳で、レアルアカデミアへスパニョーラの会員に選出され、1年後に就任演説をした。1988年に、スペイン国民文学賞を受賞。1990年、アンダルシア名誉市民に選ばれた。1991年には、セルバンテス賞を、 1998年には、アストリアス皇太子賞を受賞した。フランシスコ・アヤラの小説は、スペイン内戦の前と後の二つのステージに分けられる。第一のステージ、スペイン内戦の前にトラジコンメディアでウン・オンブレシン、エスピリットとイストリアでウン・アマネセールを書いた。これらは、伝統的な小説の類に含まれる。エルボ・キサドは、ワイウン・アンヘールとカサドール・イエヌベル・アルバで、 前衛的な三分に取り組んだ。長い沈黙の後、フランシスコ・アヤラは亡命中の彼の第二のステージをエル・ヘチザドで始めた。これは、スペインをカルロス2に面会するクリオールのクワダテの話で、1949年のロス・ユーセル・パドアーズの一部を成している。この本は七つの物語から構成され、権力への欲望が共通したテーマである。また、 1949年には、スペイン内戦に関する短編を集めた、子羊のジを出版した。1958年にムエルテスデペロ、1962年にエルフォンドデルバソといった小説を書いた後、エルアズデバストス、エルラプト、エルハルリンデラスデリシアスといった短編集の出版を続けた。1982年にデトリンホス、ワイペナス、 1988年には、エルハルディン・デラス・メリッシュズで、彼の人生の様々な時期に書かれた6つの物語が収録された。アヤラは、階層6レクエルドス・ワイ・オルビードズを執筆した。彼は、アカデミアデブエナス・レトレスでグラナダのメンバーだった。2003年11月、生まれ故郷のグラナダで、アソアーゾン・グラナダ・ヒストリカの名誉会員に選ばれた。タンペン・エルタジョは、 サッカイグナシオ・マルティネス・デ・ピソンによるスペイン内戦についての短編選手、パルティス・デ・グエラの一つに選ばれた。アイアラは1997年からアカデミア・エウロペアで支援しやズ・ワイ・アルテスのメンバーだった。彼は2009年11月3日にマドリードで103歳で亡くなった。彼の遺体はマドリードのサンイシドロボチのレイアン室に暗記され、翌日身内だけで火葬が行われた。 ありがとうございます。